The wheel of fate is turning. Rebel One, action! さあ、今日も始まりました。HP 側が F マルカグラ、そして2K がスナブライブ。楽しい、ああいう地。おっと、暴れた。おっと、これはクーラー出ちゃったクーラーですかね、さすがに。さあ、シルバスは。そして前へ行って、たまって。さあ、どうしまして。楽しい、これは強いよね。楽しいわ。まだいけるだろ。レベル2。パンタイクになる。助けて。クータジャンピー。上。落ちてから。上はガードして。50振る。ジャンプシー。おっと、ゴビ届かない。グローラーで吸わないのはどういうあれなんですかね。おっと、中断。上に入れてカウンターから取りますね。おっと、これは2段ジャンプは出ちゃった系ですよね、さすがに。だから1上、おっと、前 B はまあ裏に入ってたんで、あそことかですかね。手加減したのだ。バトル回数、スナズライル最初なんだ。いや、スナズライルはしかし、目をキープはすごいですね。一生ブレブレやってるイメージなんで。はい、マン、そして、カフナカロス。さあ、下段引っかかって、トカスターさんにバスト。ラハブタイプ。中段バックに引っかかって来てたのまで。さあ、ラウンド選手はラウンドじゃねえや、1試合目選手は彦摩呂カグラ。なんか減ってもみたいな。なんかで暴れておく。なくなって頭にクーラー合わせるならハブが置いてある。クーラーとか見てから減ってるとやっぱ下がるくらいで下がり残りやすい。おっと、羽を作りたかった。さすがに終わりか。レベル2アクション。そらよ、おりゃ、そらよ、あんた惜しい、どっか減ったっすかね。惜しいね。高い回復クッキーがとりあえず勝利っぽいっすけどね。どこ、すげえ減ってますけど。偵察用だな。なんかね、見え
パラパラパラオクラコル。貴様の力はそのThe wheel of fate is turning. Rebel one. Action. これはラッキャンフォローですね。どこ？確定。おっと、ここ打てなかった。おっと。最後になっちまった。無駄な小僧。これ拾えないらしいですよね。ここはレオジャックの優先戦。お、貫通したけど、いいの当たっている、危ない。ラピアンがあったらこっち。もうね、あれか。いきますね。いいですね。この程度ならもっとレベル3アクション無駄なことを禁止ほら返すジャンプに強さいくぶっ張ってトマト強気バランスファランクスでちょっと彦摩呂さんが動きづらそうにしてるんですかね。これファランクス持ってるってことはあと何個持ってるんですかね。おお、噛み合ったが使わない。おいしい、これはデジタル。あとは難しい。あとはじゃあベニソンのパンチはどうなってるのいる。分かる。なるほど。なんかおしゃれな。おしゃれなパンチ見てる。ガラグラギル、最後の勝って最後。貴様の力はその。Here comes a new challenger. Please select your character. Kagura Mutsuki.これで持ってハンター危ない。セコミにしたところアーサフナ打っちゃう。刺激。おお、火がでかい。ハンター、ガッツン開けてますけど。おお、おっと、おっと、ノリスク。一発ですか。あー、これ払って強いですね、かなり。もっと俺を頼む。弾受けないと結構大変そうですけど。どうするか？受けて、上がって、さすが壁が近いんで、投げ、あと、相手まだ残りそうでしたけど、残ったところで絶対力になっちゃうので、
指輪使わないガリガノンで魂入れ込むよ。貴様の力はそのさあ、5射目さすがぐらい声パスが近いので打ちで、あ、それですね、ここは使っていく。さあ、ニオピー、これ潰さないですかね、もしかしてそんなことはない。記者の方に行きたいですが、車両弱点、そろそろ、まあでもこれシューター使いても大体同じなんで、アクション使うからね、パパスを使う。これはホッキーにいる、パスなんだっけ。シューダン、シューダン、パスだ。パスのブラクションが寄せてもらったのかな、シューダン。いやー、スマホ的にはそれかーっと変わってて、おっと当たると思わなかった。ほら、タブレボー2アクション、カシャンター、さあ、次を飛んでいく。バックの選択、あっと危ない、あーこれは逆に美味しくなってしまった。もう両方ついた、もっとセンタルでもさすがに使わない、まず自信がなくなってきている。ラハブ構えてたんですか、ごめん、サポパンが通って、ルーキー普通に置きしていく、これからのすごいよな。どうしたらいいの、あっ、やっぱそうなんだよ、あっ、やっぱそうなんだよ。Rebel 2 Action! Oh!
クローラーにしないのは何かあるんでしょうね。まあそう無駄な人だ。これダンプラさんじゃちょっといいか。上通ってくる。裏に入ってる。火災が届け。あと2分落ち出ました今。その程度の実レベル3アクション。無駄な構造。おっと、ここで直が仕込んでいるという状況が。さこの時どうだったかみんな分かりませんか。裏当たってない。傘が出てもっと傘が出てる。傘もできないのかな。さあ足りてしまうかもしれない。貴様の力はそのさあ、やはり強いですね。やはり強い。レベル1アクション。ついてこい。ついてこい。今このラウンドは先手スパルカグラ印からハムを交換されている。あれはしゃがみはかなりいいんですかね。いろんなのを使ってみたいという最初の使い分けは。そうそう、まあ、どうしていいかわからず。おー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 、紫投げだったけど、この仕事。あ、いや、多分ササニ狙ってやったわけじゃないと思うんだけど、あのタイミングで出して紫になるって勝ち早いよね、勝ち早いよねっていう話で、そうそうそう、この辺の発生が確かかなり早くて確かに。これはさすがに難しい。ああ、裏が全部通ってしまいますね。まあいいですけど、まあ溜めてても裏は別に別にいいでしょ、うん、裏にハフナー出さんでもいいし、オクラセコパンとかでもいいかなと思うんですけど。おっと、手段ウルトラ当たると怒られるんだけどさ、当たるでしょ。当たるよ。大体神楽使い、神楽使いとかアッシュなんだけどさアッシュも当たらんと思ってたら出さんでしょ。おっと、肩からなんという防止サタン。これはしゃがみ中上、あ、BB 中上。いやー、フレームがいい。え、フレームがいいなんてレベルの話じゃなかったけど、今すごく良かったけど、フレーム最後は殴っとくか。さあ、スナザル強い。勝ったのは、スナザル5人。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. よし、頑張れ。
さん、初っすよね、カラサワさん。久々？あ、マジ？そうよね。なるほど。あ、すごいからね。いや、ありがたいですけどね。あ、いや、白面はちょっと、東京の西の方はかなりレアなキャラになっちゃったんで、そうね。昔はなんか、山の上にいたんで、あ、千葉県たまに来てくれるけどね。あ、いたよ、いた気がするけど。いたよね、結構最近いたよね、千葉県。なくなった。あ、めっちゃ。あ、わかんない、別にか。いや、いる？まあ、関東はそうかもしれない。うん。あれ、唐沢さんって前バージョンさんの使ってなかった？気のせい。なんか、別の人？あ、そうだ、それだ。混ざってる。まあ、これはバーストケアスキップ、まあ、ここで使わないともう死にそうですよ、さすがに。強いですね。いや、スナーズライルが強くて、本当に。マブカプもね、砂くんどころか明石さんでも切れてるからね。アズラエル強すぎじゃないですかつって、おーまあまあ強いと思うよみたいな。でも君のキャラも大概だよみたいな。アウト。さあ当たると思わなかった。うまいよね。さあこれ勝って。ホタル。ユシ。肩。マイビー。ベイビー。ユシ。ユシ。ユシ。名古屋やっぱ、突破した後の状況が、かなり普通。なので、大変そうではあるんですけどね。かなり普通でも悪いよね。この後の条件やっぱ、おぉ、6連覇。上田行くから、ハンダ、T からハンダ。出してて、下がってに、ただ、ブラニバースト。これは、勝算ありですか？一生7玉。さあ、ジャンプ2D から、アギト。ナビ、無理だから。さあ、最速で、結果。どうなる？ナイスティー、ナイスティー、ナイスティー、アギト、自然がいい。おぉ、読んでいる。ウクラ関州。あれ、なんか最速じゃダメなんだろうなっていう技を、こう、ちゃんとしたタイミングで出すのを見るとかっこいいですよね。いやいや、別に狭間は5パン重ねりゃいいってよな。誰もやらねえってよ。誰もってことは別のはやらねえよな。なんでですか、5B しこに 5B 5B しこまないやったらやる気ないから。うん、家 5B やんないんだったら家立てれないから立っていける。やってしたのか。フェイスして。おいおい。さあ、イジジ。マイディ。投げは抜けている。もしあと空がジャッジ。A。投げ投げ。よし早。そして長。ジャンプから、さあ、南、最初間に合う。まだ6回。おぉ、ラフィオフロー。おぉ、キスエン刺していく。エビ、ミニ、シー、ミニシー、カビト。コパン、コパン、ミニ。肩から、コパン投げ。ただ、ナミ。やない。忘れる。弱い。
あ、主演ね。主演はでかいね、かなりね。主演呼んだら、リビーとかやった方が。非常に設定が早いので、見てからガウスが難しい。こう、パッカ投げ。ちょっと投げてみますわ。うわ、上のコッキーを、コッキーさせて、もう先回るフリーというか、要素に行きつつ、1人があった後にカッツリ。いや、うまいっすね。マイディ、マイディタイプかなり使いますね。これ確定。エビ、エビエシ、ありと。シャガリシーバサメ、シャガリシーバサメなんでしょう。3くらい。出ていたが、これは何だろうね。さあ、レベル弱点になってオーバードライブ、雪風はおっと、かからなかった。十分よし、ダンクジで投げる。ハイド、いやー、最速連か、あとありますね。使わない。いやもう前ビーム当たれないからね。そうだね、リビー当たるよね。早いから、爆速です。水晶は19 いや、中小20か19か20か20か19。いや、1位早いんじゃない？白面の方が。わかんない。しゃがみに当たるフレームがうんぬみたいな話はまた出てくる気はしないではないけど、かなり早いよね。あ、ウェイ。キーがウェイでいいか。どうだから？すげえ。ゴミ重ね。ここはダメージを強く強く、肩からバリオンで。すごいね。ここがダメージ重視。なるほど。まあどうせ何当たっても勝てるから上とか下とかいらないでしょっていう感じですか。マジ。うわ、発明してるのか。やりますね。まあ、よっぽどすごい技当たんないと当たりなさそうですよ。さあ、ラウンド選手はスナンドレル。かなりスカード。おお。出てる。なんだろうな。まあ、さすがに。ビンガップとジャックディーの圧力が分かんないですね。離れて。さあ、スリーパスが出ている。おお、おい、え、投げる。あと何かパーツをミスった感じは若干ありましたが、
ここも住んでも死んでなので、なんだろう、かなり厳しいですが、死んでみから、おかしこばん、あー、手を使う。まあでもこれな、おー、絶妙なとこでクーラーが出てますね。さあ、飲みに行く。おっと、俺は怒られた。しかも怒られ方が激しい。激しい怒られ方が立っている。投げはバリガーでキャンセルですが、後ろ投げ。うわー、補正余ってる。あ、失速。一ラクセルでも、ああ、そういうこと？いやーですね。なるほど。Here comes a new challenger. Please select your character.The wheel of fate is turning. Rebel one, action.一瞬画面にアナログがね、いなかったですけども、ちょっと慌ててるのか、はい、プラサギになっている。おにおがやな、おっと、あ、減らなくてもよくね。すげー減るわ。手加減したのだ。レベル2後手からアルミニエガードしてる。アマレスなんでさあ、これは両弱点になりそうということ。さあ下でこれ減りますよ。さあ一発逆転狙いたいけど、おっと投げ暴れ。あ、バスト使ってなかった。まあしかしバストなくなったらちょっと浅い気ですよね。カネッパ引っ張ってダメージ作って、ナッテツはまあ機種炎、そうですね、確かにね。最上の料理は五感で味わうものだ。Here comes a new challenger. Please select your character. まあ一回きれいに、きれいに出演させたんで、まあ残念いいでしょうみたいな感じでしたけど、打ちますっていう。The wheel of fate is turning. Rebel one, action.おお、前ステやっていく。ジャムシー、ジャムシー、ホタル、ジャムシー、 AB、 ホタル投げ、バレント、ホタル、いやー、ホパッタイクからね、リターンつくれますが、まあ若干ついてたんであれですけど、勝った、で、3段、フラップオープン。もっと俺を頼む。レベル2、アクション。巻いてる。
ほんとアスノゼルが前に出る。エッカシーさんとカタシーさんのカーカードシール。ちょくって。ほんとアスノゼルはどう。あ、声がかける。カタカード。なんて言って、アッパー。なるほど。わー、マイディーが長いっすね。うわー、ぶねー。おぉ。咲いたなみたいな。あーあるね。時空が浮くみたいなね、まあ、困りますけど、振り向いてねえんだったらそっちに行けよみたいなね。これは足りない、いや足りそう、あーっとどうぞ、いや来て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 、無理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 、逃げて無理、直ったけど技出せない、スーさんは出てましたね。レベル3アクション、終えたけど黙ってこい、素晴らしいです、これは確定、あれあと怒られた、さすがに、カラサさん、音を投げるでやる、いやちょっとどこで当て身なのかわかんないですからね、クーダーとかクーダーとかだよ、クーダーが、レールがいいのね、下がる、いやーパンダーパンダーエビになるぞ、パンダーエビになるぞ、バルが裏に入って攻めて、パンダーエビになるぞ、裏から投げる、なるほど、なるほど、いやーでも投げめっちゃ速かったから、そういうあれなんすかね、受け身取ったら投げれちゃう、ちょっと面白いの出ましたね、もう2回ステップ投げ、2回ステップ投げ、俺もやっちゃったことあるんだけど、もうやってからさ、いやこれバックス読みでこんなんやるんだったら久しぶりでよかったなって冷静にやって、前捕まるからタイガーやっている、さあ連続でなってまた振る、これ、ま、アウト、柳ゴミからチェーン、そうね、これで 6.87 になったけど、あ、そうかそうか、オーバードライブ、フリスクすらない、
さあ、さんよ。Here comes a new challenger! Please select your character.踏ん張りてます。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. おおっと、まあ、声で落とされてるんでバリが出ようって。もう勝ちようないぞ。スタートしてしまって、どうだね。スタートしてから OK。また前見たら2セットを持ち、前見たら前見たら肩出されてるから、結果はこのように楽しんでこれはラッキーと言うと、分かるかな。よかったね、分からなくなったかもしれない。おーっと、手が出ている。あ、言って、あー、またしても、アジトからのジャンプ D。 いやー、出したくなるでしょ、あれ。上向けている。よし、ちょくって巻いてる。よし、マイナス6くらいなんだろうな。おい、あ、悪くない。なんかいいかな、これ下のガードして、クーバー気をついて、スライドを逆転して、投げる。なんか結構取ってる感じがしますか。なるほど、怪我をして、まあ、ささにしてみようよ。なるほど、手加減したのだ。これはバーストを溜まる前に、バーストもう俺は別にどっちでも。いや、俺は別にどっちでも、本当に。さあ、最終試合ですね、これ。さあ、ここに来て、まあ、でかいリターンになってしまうので、さすがにパスは。スタッフ、波が届かないか。ダンプ簡単、流している、ダンプですよ。さあ、インターネットスタッフ、奇襲。DSC、頭頭のない。ここでいい。あ、パターいく。さあ、上使って。さあ、ただ、いいから、ブラックホークを使う。あ、これ倒すつもりじゃない。あと、さあ、ガキャン。なるほどね。わーっと飛び込んでいく。攻めていく、ここでスナンドレール。ノーマルカードは、前下からの上りのピー。上りのピー。さあ、マッチポイントスナンドレール。レベル2アクション。アッパー置いておくよ。ジャンプが長い。コパン投げは抜けている。マイスマイスコパン投げはかなり整備してわからない。さあ、オリエが出る。オリダンシオリエ
飛びついて一足投げあれだぞバーストは引き出しながらあしかし弱点は使わないか下がりくらいバーストの辺りで流れがかなり傾いているかオーバードライブパンキャンセルオーバードライブ声が当たってしまう、まあ、弱点がまだ残ってこれは足りたいでしょうかどこでスタギャンいやー弾がないなんもないなんもない光が、あー上りのっぺー勝ったのはスマートライルお見事いやー素晴らしいですね